工房圏のキャッスルポイントにあるジョン・スティーブンス手を描いた1808年の版画、現在はスティーブンス技術協会があるジョン・スティーブンスの機関車のレプリカジョン・スティーブンス3世はアメリカ合衆国の弁護士、技術者、発明家である。ニュージャージー州の有名な政治家で大陸会議への代表として活動した。 ジョン・スティーブンスとニューヨークの弁護士で政治家のジェームズ・アレクサンダーの娘のエリザベス・アレクサンダーの間の息子として生まれた。彼の姉妹であるメアリー・スティーブンスはニューヨーク州裁判所の初代首席判事を務めたロバート・リビングストンと結婚している。1768年5月にキングス・カレッジを卒業した。27歳にして彼はジョージ・ワシントンの軍の隊員に任命され、 その後ニュージャージー州の会計担当をし、またニュージャージー州の競売においてロイヤリストの地主から没収された土地を購入した。ウィリアム・ベイアードのホーバックの農場と称される。この土地は現在の宝宝権にほぼ相当する。スティーブンスはキャッスルポイントに彼の邸宅を建て、この土地は後にスティーブンス技術協会の場所となった。1802年に彼は スクリュー推進式の蒸気船を建造し、1806年には最終的に峰ケンからフィラデルフィアまでの航海を1809年に成功させて初めて対応を航海した蒸気船となったフェニックスを建造した。1811年10月にはスティーブンスの建造したジュリアナが初めての蒸気推進フェリーとしてニューヨークと峰ケンの間で運航を開始した。 1815年にはアメリカ合衆国で最初の鉄道付設特許がスティーブンス及びその他のニュージャージー鉄道に対して与えられた。彼は1825年に放剛県の自分の土地において数量の客車を牽引可能な蒸気機関車を設計、製造した。この蒸気機関車の開発が近代的な鉄道の開発を促進することになった。彼はまた、 アメリカ合衆国の特許法の制定にも貢献している。1782年10月17日に彼はもともとニュージャージー州ニューブランズウィックに入職したランガベルツの子孫レイチェル・コックスと結婚した。夫妻には11人の子供がいた。ありがとうございます。